足でやばい、本当にね、やばすぎ。こんばんは。マジでね、やばかった本当に。もう途中で眠かったよ今日は。寝たよ。実質寝てたよね。こんばんは。そう。え、オロナミン C 来てないよ。見てない。あ、待って。ワンチャンなんか入ってたかも。見てないや今日。おしおちゃんありがとう。ななみ。そう、見てないや。ワンチャン来てたかも。ゆうぽんくまありがとう。I love you。朝起きた時点で偉い。優しい。朝本当にね、もうね、結局なんか6時になった。本当は5時何分かに起きようと思ってたのに、結局6時に起きた。コメちゃんハートありがとう。連日早いね、めっちゃびっくりするぐらい早い。しかもなんか普通に早いじゃない、なんか次元が違う。みさきちゃん見てくれたの？いおりさんの TikTok。 あれ突然上がってびっくりした、私も驚き。なんだっけ、あれにストーリーにあげようかな。コメちゃんハートありがとう。いっぱいコメントしてくれたの、ありがとう。ねえ、コメントめっちゃしてくれてた、見たよめっちゃ。そう、ストーリーにあげようっても思ってた。それも思ってただけか、まだやってないわ。やばい。 TikTok 見た、ありがとう。コタも見てくれたの、やね、まだしてなかったやん。やろう。大ごとすぎ、普通に。みさきちゃんコメントしてくれたの、ありがとう。ちいかわちゃんのマスコット、本当に？ねえマジ？それは落ち込むよ。ちいかわちゃん出てきてって言いたいよね。みさもさ、キーホルダーつけてたのにさ、チェーンが取れました。まいった。つぶちゃん結婚してよろしく。 TikTok 可愛かった。時期見てくれたの、かける。今日嬉しい、ありがとう。ケンチンクトンとクマありがとう。 I love you。 なんかね、ガチャガチャでやったんだよ、そのキーホルダーがね。ちげえたっていうか、でもあれは復活できるかもって思ってる。なんかチェーンがね取れたんですよ。チェーンの部分だけがぶっ壊れたの。まなみるちゃん見てくれてありがとう。こんばんは。そうそう、よりさかわいい。あ、見てくれたの、なかなかさ。5個目、え、すごい。え、よく気づいたねっていうか、え、すごいよね。え、リサさん、え、最初ね、なんか投稿されてますみたいになったから、え、みたいなになったので、もさ、なんか2日前ってなって、あれ、え、嘘でしょ、2日前に上がってたのって思って、最初気づかなかったって思ったら、なんかで、それでそうだ、2日前とかに勝手にね、こうパッて上がってたら、みんな気づいてないだろうなって思ってた。そしたらなんかそのちょっとなんかバグがあったっぽくって、そう、本当は今日上がったけど、そう、謎のね、そう、表示になっちゃってみたいな。そうそうっていう、そうそう。え、でもだからね、すごいよ、みんなが気づいてんのが。本当に上げた瞬間、え、間違いないよね、それはわかる、
すっごく、え、すごいね。でも本当に上がってから、そう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 、しれっとすぎる。わかる、わかるよ。だからその自分が気づく前に、え、上がってんのって思ってこう見るじゃん。したらコメントめっちゃ念してくれてたの。え、みたいな、どこで気づいたのって思いながら見てたよ。ざんまいちゃん、ハートありがとう。やっほー、本当にびっくり。エフェクトすごいよね。なんかね、写真撮れちゃったみたいな、すごいよね。本当にさ、びっくりだよ。みんなも気づいてくれた、すごい。猫とかわいい、いい部分ありがとう。レグレスさん、ありがとうね。この花火、基本告知で、いや、そう、普通はそうだよ。だからなんかみんなが気づいてるのがもうびっくり。よりさま、なんでみんなもうそんなに気づいてるのって思ったもん。すごい、すごくない？そんなことあるっていうさ状況だって、マジで本当に。コア、ハートありがとう、いっぱい。ストーリーにもあげるか、公式ある。あーね、そういうことか。ファンの方がリンクをあれしてくれてんのかな。すごいよね、気づくの早くってさ。コア流れ星みたいな、ありがとう。マジですごいと思う。そう、本当にすごい。まゆかちゃん、お疲れ。うん、お疲れ様。すごいよね、普通に。まず、なんかさ、ストーリーにさ、ストーリーにあげたいんだけどさ、なんかちょっと待って、あげ方が、様子が、たまにさ、なんかさ、こんばんは。あ、初めて来た。あ、ビギナーさん、ありがとう。なんかビギナーさん、うん、昨日は日産見に行けて嬉しかった、ありがとう。そうじゃん、昨日は盛りだくさんの一日だったんだよ。振り返ったらね、昨日のなんか出来事がなんかもうびっくりよ。何をなんかいっぱいいろいろやったって記憶すっごい覚えてるよ。やっほー、明日ありがとう。すごくない？うん、本当に本当にすごいよね。すごいよ。うん、うん、モリモリでね。こんばんは。早起きやばかった。昨日はめっちゃ早かったね。そういえば、なんかそういえばって感じよね。もうなんかタワーさん、ちょっと待ってね。あ、キリオくん、キリオくんだ。キリオくんに書いてくよ。キリオくん、昨日何時起きだったっけな。待って、昨日ありさ何時に起きるって言ったっけ。何時に起きた、4時半とかかな、そんな感じだった気がする。
夏のイベントが終わったの全部楽しかった。ありがとう、キリオくん。おろし飲んだ昨日ね。キリオくん、書いてほしい言葉ある？キリオくん、かわいい、ありがとう。キリくん、今日は何してたの？仕事ですか？どうなんだ。こんばんは。こんばんは。うん。やっほー。ちょっと夏かけん、ありがとう。マジで駆け抜けた、本当にその名の通りって感じ。本当に駆け抜けたと思うよ。こうみんながさ、こうやって言ってくれてんじゃん、夏ありがとうみたいな。マジで駆け抜けたと思うね。なんか一瞬だったくない？なんか普通にもうえって感じなぐらいに終わっていった。信じられないくらい。まなちゃん、見てくれたの、ありがとう。そう、予定のない土日、今週末、この後やばっ、やばくない？そう思ったら昨日に比べてないからね。めっちゃ声出してくれたもんね。終わるよね、声マジ絶対。みんな来月からお札バター払う。あれお札バターなんだ。お芋かと思ってた。みんながさ、リプみんなでさ、みんながさ、あの教えてくれてたよ、これ美味しそうだよって。もう週末9月ね、やばい、もう終わる。8月が終わっちゃうよ、終わっちゃいますよ。はい、キリオくん、ちょっとなんかキリオくん、リサとの夏駆け抜けたわ、ありがとう。キリオくんありがとう、一緒に駆け抜けたね、この夏。本当にありがとうね。一緒に夏を楽しんでくれて。あと、ありがとう、キリオくん。マジで夏一緒に過ごせて嬉しかったよ。ありがとうね。ありがとう。昨日もね、もうマジでなんか昨日なんかさ、そのさ、いつもね、学生の時にね、24時間テレビがこう始まったら、もうそろそろ夏が休みが終わっちゃうんだっていう気持ちだったんだよ。でもさ、なんかそれと同時にさ、私たちもさ、なんか夏のイベントがさ、なんか終わりかって気持ちになってさ、すっごいさしたんだよ。うん、そう、やばくない？毎日誕生日の終わっちゃうんですよ。うん、終わっちゃいます。悲しいね。でもなんか普通に早かったかも。でもさ聞いて、今日さ、蚊に4箇所刺されたの、やばくない？
書いた。全然やばいよね、ここに来てだよ。でさ、この夏はあんまり刺されてなかったのかに、なのになんか一気になんか 4箇所刺されてさ、終わった終わったよ。え、虫増えたよねマジで。足とかも刺され、なんか足のさ、どこだっけな、なんか痒って思ったんだよ、甲みたいなところへんがかかった。マジで困っちゃった。お大事によ、ありがとう。やばいよね普通に。え、やだ、カメムシ嫌い。いや、何虫も無理かも。公園、今日はね、あのね、ちょっと外でね、あの撮影とかをしたからね、蚊がいました。蚊でもそれに気づいてないんだよねマジで。今日一回も気づいてなかった。でも本当にあーって感じ。蚊に気づいてなかった。そのすでもいつも気づくんだよ、なんか来たって思ったらパッて。今回は気づかなかった。カニカニ、そうカニカニね、そうさすがね、そうなの。マジでかゆいんだよね。かゆいと思ったらダメなんだよねこういうのって。もう本当にしょうがないっていう。マジでさ、蚊でもなんか見えないんだよね。ちょうど見えないところをさ狙われたんだよ。やだ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 、一旦忘れよう、刺され、本当は刺されやすかったけど、でもね、なんかね、ここ最近はね刺されなくなったの。なのにここに来てね急に刺された。タカハートありがとう。そうそう、冷やすか温めるか、なんかね言うよね夏の終わりに。いや本当そう、この夏大丈夫だったのに、なんで急に。どうして、急にどうしてストーリーあげるって言ったのにちょっと遅い。髪色ね、これ一応なんか紫なんだけど、このね照明分かりにくい。今日は薄いよ、今日は薄いですね。暑いの続きそう。え、だよね思った、なんか言ってたかもニュース。りょうこんばんは、やっほー、いつも終了してくれて、ありがとう。あやちゃん台風、あ、なんか見たかもニュースみたいな通知で来てるよって。台風今週末雨なのマジで。今週末ってなんかなんもないか、やばいね普通に、やばすぎ、やばいよー。やばすぎやばすぎ、とってもやばいよ。やばいよね。今日ベランダから花火見れた。え、すごくない？てか結局さ、お祭り行けないまま終わったんだけど。久々に眠なくて週末落ちるな。あ、
確かに。次のさ、ライブだとなんだ、フェス？週末は忙しい。週末ちょっとね、わからない。でも忙しいと思う。なんかね、しばらくねないんだよ、落ち着けるブラン、あのとこが。週末もいろいろあるんだ。おろしどんどんなくなる。ちょっと待って、本当にそれはそう、それはめっちゃ思う。そうだね、もんじゃって食べたことある、何回かね。なんかね、東京にね来たての時にアンナとね食べに行って、昔ある。わあ、月島行ったか。あれ、この間行ったんだけど、月島だったかな。あ、そうかも。んワンちゃん、あ、でも違う、月島、え、なんだっけ。でも行ったこ、行ったというか食べましたよこの間。ちなみにもんじゃっていいよね、あれなんかいいなって思ったんだよ。なんかさ、なんかこう、なんていうの、ちょっとずつ食べれるじゃん。そうそう、もうねやばいよマジで。最近ね、なんかメンバーとね、なんかご飯をね行くことが多いの。最近ね多いの。珍いっていうか、あんまりさ、みんな予定があってもさ、予定があってもっていうか、まあさ、その撮影とかさあった後とか、みんなと撮る時とかはさ、みんな撮るっていうか、みんなと一緒にいる時とか、まあレッスン終わりとかもだけど、なんか言うてさ、みんなさなんかバラバラでさ、こう、まあそれぞれそう、まあ、帰る人もいればさ、なんかそのままさ、ご飯行ったりさするメンバーもいるんだけど、なんかすごいここ最近はメンバーとご飯行くことが多くて嬉しいですね。そう、本当に多いの最近。そう、アンナとかき氷は行ったけどね、あのね、行きたいところはまだ行けてない。あ、そうそうそう、なんか意外となんかみんなさ、その誘うじゃん最初ね。その日はあのね、マイカがその私を誘ってくれて、でまあ2人で行くかって思ったら行くみたいなのって、そう増えていったって感じです。そう、すごいよね。そう、どんどんね増えるよいつもね。で結局なんかめっちゃ大人数みたいになることが多いかも最近ね。最近のあれで言うと、うん、そう。でもね意外とね二人きりとかでご飯行ったことないかも。うん、よくよく考えると、まあいいさ。だってこの間はあのアンナとね2人でね、それもなんかお仕事あったと、アンナと2人でご飯も行ったりしたし、
そう、結構ね多いです最近。デクシオイルありがとう。花。そうそうなんだよ。こんばんは。なんか今まではね全然行く機会絶対あったと思うんだけど、そうそう、なんか意外とあれだった。すぐみんな結構さ、こう帰予定それぞれ入れてたりか帰ったりすることが多かったからね。そうそう、最近は結構そんなことないか。私役とかが見てくれたの？ちょっとストーリーにあげようって今必死。今ね書いてます。なんか色味が良くないな。これこそう、今日前髪薄い日なんだよ。こんばんは、早起きお疲れさん。ハゲちゃったかよ。よかった。モーメントでみんなに報告しようと思って。昨日あんなにショールームで早いって言ってたから、そう、ちゃんと起きれたよ報告しましたね。うん。起きれたよ報告。そう、早起き、ちょうど電車早っ。みんな睡魔やばいよね。私もやばいの、マジでやばい。秒で寝れる今すぐ。でも絶対に無理、絶対に顔も落とさなきゃ。まあ明日お風呂は明日でもいいけど、明日の朝とかでもね、普通にすぐにやばいですよ。こんばんは。お風呂入ったわけないでしょ。こんばんは。ちょっと電車乗った瞬間みんな早くない？めっちゃ早いじゃんみんな。早いね、すごいよ。そんなさ、すごいよ。寝坊しかけた。いや寝坊するよね。実も結局さ、もうほらゆっくりな時間に起きなくてよ。もう眠い、耐えれなくてもね朝。私食べてらしくやばいじゃん、寝ないとそれ。電車してやばい、みんな早い。世の中のさ人たちみんな何時に起きてんだろうね。ありえん早起きなんだろうなって思うよ見てて。たまにさなんか4時、よ、いや4時はないな、なんかまあまあさ早い時間の日にさ、まあ5時ぐらいさあこう見るじゃん、意外と人いるんだよ。びっくり、めっちゃ眠そうね。やばいよね今日さ、もうさ目がもうさやばい、もう終わってるんだけど大丈夫そう？あガチやばい、ガチやばいとか言っちゃうよ。本当に本当に本当にやばすぎ。声が寝てるよね。わかる。なんでこんな声なんか。私は早くあげるんだから。あげるんだから。私はね
うん、そう、今日早起きだと早く、そう、早く寝るよ絶対ね。でもそれまでにあの TikTok のあれをあげますから。うん、脳回ってるよ全然大丈夫。そう、脳は回ってるんだけど、あの待って探してるの今 TikTok はね、私の喋るの遅いよね。待ってこれマジで2日前なの、やばい。2日前じゃないけどね、これを待って、どうすんのこれ、リンクコピーできた、できた、できた、できましたよ。もう今日が終わっちゃうね。こうだよ、こう、こう、これでわかるかな、矢印でもつけるか。そうだよ。でもほら、私はね、あの8月までは頑張るっていう決めてるの。9月になった途端すごい急に、え、マジで、え、ねねねね、マジ今日リサしかやってないの配信、マジ珍しくない、マジで言い過ぎマジで言い過ぎる。そうなんだ、え、なんか、あ、そうなんだ、何回も言うね、そうなんだだよね、なんかみんなやってるイメージだったんだけど、やってないの、なんでかいな、まあいろいろあるのか、うん、いろいろわかんないけど、何かちょっと行ってみるわ、ストーリー上げてみることにした、上げてみた、驚いてる、うん、驚いてるよ普通に、えって思ってるえって、そうで、メンバーの書類を見たりするのか、え、どうだろうね、うん、なんでかいな好き、あ、そう、これつけてみた、どう、わかりやすいかな、ありがとう、嬉しいよ、でも見てくれてみんなが、ありがとう、ストーリー見れた、様子はどうですか、コメントもしてる、ありがとう、嬉しい、今ありがとうね、見てくれたのみんな、そう、ね、つけた、コマーストーリー見たよ、ありがとう、みんながね好きとかね、かわいいとかね言ってくれてて嬉しかった、目が寝そう、やばいよね本当にやばいと、待ってちょっと待ってね、一回止めていい、ミュートにしていい、
当にちょっとさ、突然さ電話かかってきて、もうしかもマネージャーさんから突然電話かかってきて、でなんか本当にあのもう終わっでもなんかもう撮ろうとしたら切れて、でなんか「え待って、なんか今あのあれがあったっけ?」って思ったの、突然「えなんかかぶってたっけ?」って思って慌てて、えなんか LINE をしたらなんか大丈夫だった、やめてもらっていいかな、怖い本当に。本当にさ、はなちゃんとゆいとご飯も行ったんだけどさ、でもさそれはさ、え待って、それはさどこで、もうさちゃんとしてって自分に言いたい。花ちゃんのモーメントね、本当にもうびっくりだよ、これ目覚めるよ普通にだってさ電話が一番怖いんだよもう私。えなんかさ翔子もさ前さなんかの時にさなんか電話終わった後かな、配信中だったかな、なんか言っててさ、なんかもうびっくり、一番怖いもん本当に。一番怖い、何が怖いかってそれ一番怖い。でもさ変な LINE をさ送ってくるからさやめてほしい、配信中なのに多分気づいてないかも、マネージャーさんはこの私の今配信をしてることに絶対に気づいてないよ、だって本当にマジやばいね、本当に笑ってたよね、リサ配信中。違うの、なんか電話に出るか悩んだんだよ電話に出るか悩んだけど結論出ようと思ったら切れてやめた。大丈夫だった、そのかあの LINE であの全部要件は終わったので大丈夫。でもさびっくりじゃない、ちょっと普通に突然の電話って一番怖い、それはもう誰からもそう、どんな人からでも突然の電話が一番怖い、もうなんか「はっ!」ってなるもん、心臓がビビる、絶対ね配信は見てないはず、この時間怖いよって怖すぎ、うん、よかった、もうなんか変なこと起こんなくて、怖い、しかもねなんかいろいろいろなんか要件がちょっと多くて今必死。
必死だよ。電話してるとき超笑顔だった。だってさ、笑わかせるからさ、本当に。そう、なんかさ、私と同い年の、どうしよう、この配信見られてたら、ちょっと待って、恥ずかしい。そう、なんかね、本当に同い年だから、なんかもうなんか似てるんですよ、なんかノリが。だから本当にすごいと思う。同い年って本当にすごい、ノリが合う、ノリが合う、めっちゃ。みずちゃんありがとう、嬉しい、見てくれて。マジ？え？マジ？なんか私がマジって言いすぎてさ、もう分からなかったけど、結構なんか本当にもう友達みたいな感じのノリだね。すごいよね、あのエフェクト。忙しい、めっちゃ早い。そう、めっちゃ早いよ、めっちゃめっちゃ早い。めっちゃ早いけどね、楽しいよ。だからね、見て見てね。明後日テストだから勉強頑張れ。テストか、嬉しい、一生見れる、こんばんは、嬉しい。でもマジでね、あのコメントめっちゃしてくれて嬉しい、本当に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 。同い年っていうね、いい。もうなんか今さ、もうなんかもう電話だだけでも本当に起きた、もう心臓。そう、仲いいよ。そう、顎をつかみがちなの。こう、そう、何のポーズするってずっとね話してて、そう、あんまりさ、最初ね、今ハートとかこれもあったんだけど、これはねなんかやりがちだなってなって。そう、でも本当にそう、やりがちだね、これ。やりがちかも、あれ。そう、ポーズ決めないとね、あのパンパン来ちゃうからね。そうそう、そうだよ、決めとかないと。そう、でもね、あれテイク3回ぐらいやったんでね、なんか全部タイミングよくできてるって思ったらなんかずれてんの。でもなんか自分たちはできてると思ってて、そしてなんかできてる、できたできたって思ったら、なんかその撮ってくださったマネージャーさんがなんか全然できてないよってなって、なんかえ嘘じゃんみたいになって。でも割とね、早かったはず、テイク3でできたの。うん、もうね、失敗、なんかもう笑いが止まらないもん、本当に本当に面白い。そう、でも嬉しい、嬉しい、嬉しい。いおりさでできました。今日もコメントを見るのが楽しみ。でもコメントを見てたよ、さっきまでずっと。まず上げられてすぐ、上げられてとか気づいてすぐ見て、そう、ずっと見てた。ムビチキ頼んだ、ありがとう、嬉しい。みずちゃんもありがとう、本当にね。永遠に笑ってそう、
笑ってた。この撮ってる時はずっと笑ってたよ本当に。そう50分、やばいよ、あと8分、あと8分。え、なんか早くない？急に。解決したはず。多分。もうちょっと待って。多分大丈夫。いける。チキチキキキ、友達がいる。すごい、よりさん、ありがとう。りょう、ありがとうね。よかった、本当にもうさ、怖い。もうバクバクだよ。本当に怖い。怖い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 。うん。ありがとう、見てくれて配信。目覚めたか、無理、頑張れない、お風呂は頑張れない、今日ちょっとだから、とりあえずこれ終わったら、まあメイク落とすわけで、顔洗うじゃん、で一旦寝よでもなんか起きたとはいえ、なんか全開って感じではない。そうだって今はもうこうやってやったら寝れるもん。うん、一旦寝よ、一旦休もう、ワンチャン明日ね。そう、やばいの、本当にさっきまで私何してたのって思うくらいずっとね、なんかなんかを見てたんよ、なんかを見てて、なんかと多分目は開いてたのに、なんかもう、テレビはついてた、でもテレビを見てたわけではない。そう、とりあえずそのね、何見てたんだっけな、え、また知らない人の TikTok かな見てたなやばすぎる、なんかワンチャンあるかも、知らない人の TikTok よくあるもん。なんかでもその知らない人って言っても多分こうやってこうしてたんだと思う、多分知らない人のものを見ちゃったんだろうな、こうやって。でもさ今日さ、私だけなのすごくない、なんか謎に配信。まあ、今日はなんでやりたかったかっていうと、まあ普通に、まあ、やりたいっていうのもあったけど、なんか TikTok もねちょうど上がったしね、なんかみんなの感想もね聞けるかなって思って やりました。でもマジで想像と違う時間だったわ、もう11時、本当に9時ぐらいから多分私しようかなとか思ってたっぽいよ。でも気づいたらなんかもう11時になってた、マジで焦った、0時になるかと思ってたかと思ったよね。でもさ、これで0時になってたら怖くない？え？みたいな、やれな、終わったみたいな。クロロありがとう、見てくれたの、ゆなちゃんありがとう。そう、やばくないちょっとこう目、え、でも確実に目は閉じてなかった、目は開いてたよ。ことありがとう、よかった。無だ、なんかないたまになんか目つぶって寝てるわけじゃないんだけど、なんか目開けてなんかなんていうの、寝てるみたいな感じ。
当に。そう、虚無っていうの、もうとりあえず目は開きっぱみたいな感じだったよね。よかった本当に。でもできて、そう。悟り、やばい、イコラブ体力あるよね。体力あるかも。でもね、なんか思うのが、でもそのライブとかが例えばなんかなくって久しぶりにコンサートとかやったら結構体力なくなってたりする。だからそのなんていうの、ライブがあんまやってなかったりするとマジでそう体力が抜ける。でもツアーの時、いや本当にそうだと思う、ツアーの時は多分一番体力ある気がする。なんかそう、あんまりなんていうの、疲れにくいとか、やっぱ2公演とかやるからかな、なんか思うよすごい。でもめっちゃ久しぶりにやったりとかすると本当になんかめっちゃもう疲れ果てて、体力アドレナリンなのかな、やばくない？57分、やばい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 、やばいよ無限時計の時間。やばい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 、無限の剣を探すのに最近時間かかるの。しかもなんか間違ってスライドしちゃって無限時計の表示がなんか変わって、あこれにしよう。運動大事だね、やっぱりさないし。生きがい、嬉しい、ありがとうね。今日生きがいとかじゃなかったくない？大丈夫だった？今日の配信やばいよ絶対に。マジ絶対やばかったと思う。本当に気になるけど大丈夫かな。本当にありがとうございます、見てくださった皆さん。じゃあランキング見ます。はい、13位、くまくま。12位、たか。11位、おしお。10位、レグルス。9位、とばちん。8位、ひろみ。7位、しんいち。6位、ジャクシオリ。5位、とめぞう。3位、間違えた、4位がくとんとん。3位ざんまいちゃん。2位ゆうぽんかな。1位キリオでした。キリオありがとうね、一緒に夏を過ごしてくれて。本当に今日は謎に1時間の配信だったですけど、見てくださってありがとうございました。今日はいおりさんの TikTok をあげてるのでぜひ見てみてください。でもコメントめっちゃね、いっぱいしてくれて本当にありがとうございます。リサもコメントを見に、コメントだけはね私見たいのだから、多分、ね、布団で寝ながら見るかもしれないから見るね。サマジョウちゃんありがとうね、嬉しい、コメント本当に嬉しいから見えるね、いっぱい。とりあえずリサはまあお風呂はちょっと今日頑張れない自信があるから明日入るとして、顔をちょっと落としていきたいと思いますね。コメント、ありがとうリコちゃん。ということでもうちょっとで終わっちゃうよ。コメントします、ありがとうお母ちゃん、嬉しい、見るね、おやすみ、ありがとうございました。まだ明日も多分暑いからみんな気をつけていきようね。ということで見てくださってありがとうございました。おやすみー。